チャオ、あーちゃんです。今日10月1日、あーちゃん家の晩ご飯だからね、ちょっと変なもん作ろうかな。せっかくね、ヒラメがいっぱいあるから、ヒラメの炊き込みご飯でも作ろうかなと思います。じゃあ作っていきましょう。ヒラメをね、とりあえずね、まあちっちゃいヒラメだけど、まあ贅沢に5枚使いましょう。まずね、鱗取りはね、スチールだわしで、ゴシ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 、もうこれが一番楽。でもね、ヒラメって意外とね、この辺のね、ポケ硬いとこあるから、どこやったかな、どっか硬いとこはね、火つけてくださいね。あれ硬くないな、これか、これが硬い、なんかね、硬いとこがあるね、持った時体が痛かったよ。これでね、ゴシゴシで鱗が結構簡単に取れるんで、ヒラメちゃんはね。で、普通に野菜作っておきます。ヒラメちゃんってね、ちょっとね、癖があって、臭いんだよね。で、今回皮使うし、炊き込みご飯に臭みが移った嫌やから、ちょっとね、塩もみします、皮を。もう顔めくれた、これ強かったかな。うん、わかんない、綺麗。この辺とかね、チクチク痛いので切ってましょう。塩でちょっとね、チクチクするの気をつけてね、危ないからね。ぬめりも取れるしね、臭みも取れるし、手が痛い、怪我してるから塩が染みる。
結構出汁出るし美味しい魚よ。なんでヒラメご飯にせえへんのかなって。で、ちょっとヒラメご飯にしたくなっちゃったのよ。だからヒラメってなかなか高い魚やんか。まあ、こんなちっちゃいのは安いけど、ってなかなかこんなちっちゃいのも出回らへんし、出回ってるのか知らん。あんまり 見かけることないね、魚屋さんで。だから、今回ちょっとこう贅沢に使えるからこういうね。バカなこともできる。バカってことはないけど、やったことのない料理も使えるしね。ありちゃうかなぁ、おとちゃんは。そうなんだね。あんまり取れてないね、僕ね。だいたいさっきのたわしで取れてんねんね。金たわし、湯のでね。でも顔とかにもね、うろこ取るから、もう一回ね、最後、あら汁と、今日はもう一回、出しましょう。湯通ししましょう。霜降り。皮が今日は多いの。もう蚊取り線香つけたんやけど、つける前に5、6箇所か刺された。足ボコボコよ。最悪ご顔よー。ちょ、裏やぶやから、竹やぶやから、やぶっ蚊がすごいね。2つで皮を切ってね。なんちゃんね、無益の殺生はせえへんし、虫を殺したくないけど、蚊とね、蚊とあれやけど絶対殺すの。ムカデ、この前ね、炙るじゃないから、炙るも殺す。刺身にしよう。いや、まあ、刺身好きな人はおらへんね。ということでね、お前のカレーができましたよ。
では、5枚におろしていきます。お刺身とかね、きれいにそうなんで、あとは骨ないかだけチェックで、これ、あら、あらば取っときます。5枚開きは慣れたもんです。これがね、1尾2000円とかするね、大きなヒラメになるとちょっと緊張するんだよね。ちょっと色んなものがついてるけど、ここにヒレくっついちゃったからね、あとで取らんないけど、あとでチェックします。このままね、今は大雑把にさばいておきます。包丁が安いよ、これ。うん、この家って言うかな、うちどっかにあるよ。なんで、うん、ドアがさ、うん、かかるからさ、うん、箱叩いてちょっと立ち替えようかな。というのは、上に近いの、どう、あれ、こんにさ、逆に開けられる、うん、あそこ引かんの、触ってみたらさ、カムズチはですね、調整、ネジで調整できると思うね。ネジ、うん、多分絶対曲がってるじゃん、うん、よいしょ、だから調整しておくわ、見とこう、閉まらへんね、閉まらへん、だから一回ドア逃げられない、うん、リフォームじゃなくて、古いからな、家がそ
最初は切り目だったけどな。いや、こんな感じで動き、もう最後の動き動いて最後の1秒やけどね。腰が痛い。この前昨日からもうここで夜中からずっとさばいとるから腰が痛い。この前さっき粗汁量で見とくと時間の関係でね、頭をね、エラを抜きます。頭も使います。どうしようかな、これ割ろうか。割った方が出汁は出るよね。エラ抜きます。結構ね、エラ抜きは楽。エラと一緒にないのも抜けるしね。簡単にエラは抜けていくよね。あとまちっちゃいから割んのやめようか。内臓くっさちっちゃいのよ。内臓かエラがくっさ。ちょうどいいよ、偉くしたいね。あとはまをさっと出します。あとはさっと下手にします。冷水にとってで、骨をね、さっと下手にいきましょう。臭み落とします。
ではこれで出汁を取りましょう。まだもちょっとね、鱗を。出汁取ってる間にちょっとこれをさばいていきます。骨がないかだけチェック。背中と腹と残ってないね。カラボルもついてない。これちょっと背骨とかついてるけど。もうついてないね、あれやけど。リンゴは、リンゴだけ取れてるやん。引いてないからね。縁側を外め。ここが硬いな。この辺が硬いな。
筋自体がね、そんなに硬い筋じゃないから、骨があんのかないのかね、ほんま触って確認したらどうかなんて。こんな感じ。これちょっと置いておきます。一瞬炊き込みます。拾ってきたら10分やねんけど、じゃあ行きで、あと8分入れます。違うことでもしよっか。何しよっかな、今日よし。はい、今日はご飯を炊くねんけども、去年朝から、あれでやっとったの、朝一、おいしいご飯です。まずね、水をね、ザーッと入れます。ザーッと入れてね、入れたらもう速攻捨てます。これ前からやってたけど。捨てたら、もうね、研がない。こんな研がないんで、もうなんか夏やったらやってるけど、優しく。ここにね、水を入れて、優しく、優しく。で、水を捨てます。2回、2回から3回
精米技術がすごくいいから、っていうか、うちもこう家庭精米っていうのがね、どうなのかわからないけど、でもね、無洗米モードができるから、もうね、いつまでたらゴシゴシゴシやっても、それなしでもうサーッとこうやるんで、ガーッと。はい、これでね、行きましょう。多分歯が抜いてるから余計かかるのかもからね。ここ適当にねやって。
これで炊き込んでおきましょう。炊き込みご飯モードで。